竹林の戦いは、永正11年8月にエア国宇都宮竹林で行われた合戦。別名、高林の戦い、高林合戦など。また、同年に、竹林の戦いの前哨戦として発生した那須口の戦いについても、本校で説明する。小学坊、足利正氏の命で、日立の戦国大名である、佐竹義春。 南道の区の戦国大名岩木豊が2万もの大連合軍を率いて下野の戦国大名宇都宮茂綱と下宇佐の戦国大名結城正友らの軍勢が下野国宇都宮畜林で迎え撃ち佐竹岩木連合軍を撃退した戦いである下,付宇都宮15世紀末下野国では下野国守護の宇都宮茂綱は 室町時代に起こった、小栗光琉への乱、影響の乱、教徳の乱などの争いで没落した、下野宇都宮氏を立て直すために、積極的に周辺地域を進行し、勢力を拡大。また、外交も、巧みに活用し、小学坊、足利正氏の小高本に、娘の自雲院を嫁がせ、姉の玉隣喜び賃大師を、有機氏の有機正友に嫁がせ、また、 初代古学坊、足利重氏の孫娘である上杉剣実の娘を、自らの妻としたりなど、周辺勢力間で有利になろうとしていた。父、宇都宮摩札綱の代に自立的だった塩谷氏、笠間氏、上野川氏、三武氏などの宇都宮一族が、従属性を強め、宇都宮一族の所流や剥がし、増子市などが直進化している。これによって、宇都宮茂綱の時代には、 宇都宮一族と多くの家臣団で構成される宇都宮家中が成立した。成立当初、宇都宮家中で最も影響力を及ぼしていたのは、羽賀氏と竹重氏であり、竹重氏が羽賀氏との清掃に敗北すると、羽賀氏の政治の政務が始まった。永正3年、小学坊、足利正氏と息子の足利高本が家督をめぐって、対立する永正の乱が勃発すると、 聖綱は、勢力の拡大を図り、小学防火の争いに介入した。この間に、足利高元は、宇都宮に逃れ岐阜である、宇都宮茂綱のもとに身を寄せていた。小学防火の争いで、聖綱は無子である高元を支持したが、政治を専望していた芳賀氏の芳賀交渉は、足利正氏を支持。権力者二人の意見が相違したことによって、宇都宮家中は、大混乱。 かつて教徳の乱などで起きてしまった家中の分裂が再び起ころうとしていた。宇都宮茂綱はそれを恐れ、羽賀交渉と対立。家中の完全掌握を狙った。羽賀交渉が聖綱の起業を恐れ、聖綱の着難、宇都宮忠綱を擁立し、聖綱を強引に。そこで、聖綱は忠綱に家徳を相続させ、隠居する。また、同時期に綱は、 弟のコ綱を塩谷氏に送り込み家督を継がせていた。また、同じく聖綱の弟の金綱も竹重氏の家督を継承している。隠居後も聖綱が実質的な当主であり、羽賀交渉による多達な擁立と聖綱隠居の真相は、実は宇都宮重綱による家中の完全掌握を狙った暴略の一つであった。その最後の手段で、永正九年、 聖綱は、羽賀交渉を殺害し、宇都宮桜が勃発。羽賀氏与党は、聖綱に激しく抵抗するが、2年後の栄翔11年7月頃には、桜を鎮圧し、羽賀氏は、宇都宮茂綱を頂点とする支配体制に取り込まれた。しかし、それと同時に、羽賀氏を中心とする武士団、新党も大きく弱体化してしまった。佐竹氏日立国の佐竹氏では、 佐竹氏四代にも及ぶ百年近く続いた、佐竹の乱の最中で、佐竹はじめもん、山入氏の山入義富士、市義父氏が本家の佐竹義春に背き、内紛が発生していた。遠徳四年に義富士が病死すると、義春の性質の実家である岩木氏が仲介役となり、和議が成立するが、市義が大田城の明け渡しの条件を飲まずに再び義春に、背き。 明王九年に大戦場、孫根次郎を攻撃し、義春を金社山城に追いやった。文紀二年には、市議が金社山城に攻め込んできて、義春は危機に陥ったが、天候の悪化をうまく活用し、撃退に成功。その後、岩木市、小野崎市、江戸城の協力によって、英商元年には、日立大田城を奪回することに成功した。英商三年頃に、 山入氏を滅ぼし、家中を掌握した。その後は、独立的な動きを見せる江戸氏と同盟を結んだり、下二十三家条を制定したりと軍事力、領内支配の強化を図った。下佐有樹氏同時期、下佐国の有樹氏では、父、有樹氏博氏が創生し、有樹正友はわずか三歳で家督を継承した。しかし、実権は、重心の田賀や泉守に 元服後、正友は、たがやはじめたいの力を借りて、たがや泉守を中殺している。その後、下屋国の宇都宮茂綱の姉である、玉となり喜び珍大師を妻として迎える。これによって、聖綱と正友は、義理の兄弟となり、同盟関係を築いた。この同盟は、宇都宮茂綱が没するまでの間、大いに機能し、宇都宮、 勇気の良好な関係はしばらく続いた。岩木史領内支配を固めた、岩木近高、岩木常高府氏は、文明十七年、佐竹氏と佐竹はじめもの山入氏らが争っている佐竹の乱に、介入。日立国社城を攻略し、常高は佐竹両侵略の拠点として、車城に弟の車、高影を入れ車氏を名乗らせた。遠徳四年に、 吉藤が病死すると、岩木恒高が、仲介役になり、和議が成立するが、市議が、大田城の明け渡しの条件を飲まずに再び、佐竹義春に背く。その後は、佐竹氏を支援し、佐竹の乱鎮圧に貢献している。永正三年、小学坊、足利正氏と息子の足利高元が家督をめぐって、対立する永正の乱が勃発すると、足利正氏は、 欧州諸氏に加担を求める。岩木恒隆は当初、いずれにも加担せず、両者の和解を進めたことが、後に足利政氏派となる。また、永正七年に岩木恒隆は、佐竹義春と江戸通り宮城、江戸道安氏との新しい名役を仲介している。同年、佐竹氏が白川雄貴氏に奪われた、寄りかみ保の地を、白川雄貴氏の内紛に乗じて脱会した際に、 常高は佐竹義春に支援を行っている。岩木常高は娘を佐竹義春に嫁がせたため、佐竹氏とは同盟関係を築いていた。那須氏、那須氏は上杉禅宗の乱以降、上那須氏と下那須氏に分裂し争っていた。永正九年頃は上那須氏は高本派、下那須氏は真っ青寺派で、佐竹氏と同盟関係であった。永正十一年には。 両ナス氏とも、正氏派になっている。また、上那ナス氏は、永正11年に、ナススケ地下が没すると後継者争いが勃発し、上那ナス氏は断絶してしまう。これを機に、下那ナス氏のナススケ不が、ナス氏統一を図った。小学坊足利氏、永正3年、足利政氏の着手である、足利高本は、正氏との不和が原因で、 岐阜の宇都宮茂綱を頼ってケイ国宇都宮に移り、雑誌、古学防火の内紛、英称の欄が始まった。不和の原因は、正氏が山内上杉氏との連携を重視する一方、高本は対立する後北上氏を重視したことを取り上げる見解がある。他には、高本の性質は宇都宮氏から随分院を迎えているが、このように性質を 周辺の伝統的豪族に求めた例はないことから、高本と宇都宮氏との特別な関係も背景として考えられる。永正六年、上杉秋篠田らの朝廷により、高本は、正氏と和解して、古川に帰座したが、翌七年に、秋篠田が越後で戦死した直後、高本は再び、小賀城を離れて、久保岡重臣、柳田隆助の関谷土城へ渡る座した。同時に、 山内上杉氏でも、家督争いが始まると、正氏は剣術を支援し、高本は剣謀を支援したため、久保家と関東管理家にまたがる内紛に拡大してしまう。また、これらの争いが、栄昇九年、乗房が、武蔵八方城を攻略した後、剣術は正氏を頼って、小賀城に逃走し、その直後に、正氏も、小山清張を頼って、小山祇園城に移り出した。 代わりに、高本が、古賀城に入り、第三代古学久の地位を確立した結果、久保官僚体制は、正氏、秋貞体制から、高本、乗り草体制に置き換わった。後に、乗りもまた、高本の公用紙に迎えて、関東官令の後継者とする。前哨戦なすぐちの戦い栄勝11年7月頃には、桜を鎮圧し、羽賀氏が、宇都宮茂紗 ただ綱の支配体制に取り込まれることによって、小山義ぎ城の背後の守りがなくなり、足利正氏は、直接宇都宮氏と隣接するようになった。危機感を覚えた正氏は、佐竹氏、岩木氏に参陣要請を出し、それに応じた、佐竹義春、岩木豊、佐竹氏と同盟関係であった那須氏の那須助夫は、永正11年7月29日に出陣し、2万 モ大軍を率いて下谷国に侵攻した。英承11年4月に、足利高元は、欧州伊達市の伊達種宗に出陣するよう要請しており、また、同年7月28日に、宇都宮茂綱が、伊達種宗に白川口へ出陣したか尋ねており、また、両那須市を攻撃するように要請したが、種宗は、その要請に応えることはできなかった。佐竹氏 いわきの下谷国侵攻に対し、宇都宮氏は、宇都宮し綱のな城として、宇都宮忠綱を総大将として、迎え撃った。両氏はまず、下谷国那須口で退治し、一戦するが、宇都宮桜んを鎮圧したばかりで疲弊していることや、新党が弱体化したことによって、忠綱ら宇都宮勢は、散々に打ち破られる。正打ち方の那須領内での合戦だったなど条件が、 悪かったため、ただつなら宇都宮勢は撤退している。竹林の河川、佐竹義春、岩木豊両軍は撤退する宇都宮勢を追いかけ、同年8月16日に下谷国宇都宮竹林で、再び両軍は退治する。この際には父、宇都宮茂紬や、同盟関係である結城氏の結城正とも、結城家臣の山川朝、ただし、水谷勝幸などの援軍により、 佐竹義春岩木豊か連合軍は撤退した。佐竹、岩木連合軍の撤退により、劣勢ながらも合戦は、宇都宮、結城連合軍の勝利に終わった。竹林の戦いで、宇都宮市、結城氏が勝利したことによって、東国の大半が高本方になった。これによって、通路断絶になり、足利正氏と佐竹義春岩木豊かは、 連絡が思うようにならなくなった。3ヶ月近くの遅れが生じていた。これによって、足利正氏方についた大名にとって、また一歩、不利な情勢になってしまった。また、この合戦後に、宇都宮重綱は、調略を行い正氏方である那須氏の那須助夫さを、高本方へと引き込み、佐竹氏、岩城氏らとの同盟関係を立たせて、宇都宮氏と同盟を結ばせている。 この同盟が2年後に再び佐竹岩木漁師が進行してきた際に大いに機能した。ありがとうございます。